今回介が机の上に一枚小説の短編を朗読します。 路世が夢その前日という奇病子本を広げていると、渡り廊下に足音がした。人が来るらしい。修助は急いで奇病子を膝の下に敷き、代わりにかねて用意の式を広げた。ほとんど同時に、板戸の外で兄嫁の声がした。修助殿、入りますよ。どうぞ。 顔だけ向けて修介が言うと蒸気したような顔をした兄嫁の松野が入ってきた部屋に入ると例によって素早く机の上に目を走らせる「おやご勉強ですか」松野はにっこり笑って言った兄嫁は修介が書物を広げて言いさえすれば機嫌がいい女である 14年前に松野が三崎吉郎右衛門に課してきた時3人の義弟がいた新次郎源之丞弟邸俊介である兄弟の母親は松野が来る2年前に他界していたので松野は貸してきたその日から三崎家の嫁としての日々の務めのほかに毎日家の中にゴロゴロしているかさだかな義弟たちを しかるべき家に婿入りさせる役目も背負い込むことになった修助はまだ10歳の子供で問題がなかったが義弟とはいえ新次郎は22源之丞は19で二人とも松のより年が上だったよく食う三崎家は高百石で家中では中どころに数えられている。 きょうだいが多くて食うに困るというほどではないがやがて自分の子どもが生まれるだろう義弟たちにいつまでも婿の口がかからず言うところの厄介おじにでもなって生涯家に帰職するなどということになればやはり大ごとである嫁行ってくると同時に三崎家の主婦の立場に立たされた松野はそう思ったかもしれなかった 一年年たち年たちち二ようやく三崎家の主婦の貫禄が身につくようになった頃から松野はせっせと義弟たちの向こう入り口を探すようになったそしてそういうことでは松野はなかなかの手腕を発揮したといえる今進次郎は120石の堀家源之丞は80石だが組頭の石野の分家と それぞれぞ身分卑しくない家の婿に収まっているこの2人を片付けて松野は一段落したと思ったに違いなかった自邸の源之丞の祝言が住んだ頃松野は「祝介殿にもいずれ良い婿入り口を探してあげますよ」「でもそれはまだまだ先のことですね」と言って笑った。 そそしててのまま放っておいた松野が自信満々でそう言った時修介はまだ16でひげも生えそろわない年頃だったせいもあるが松野自身もその間に子供を二人産んでいた子供の教育にかまけて残っていた末邸の成長ぶりにまでは目が届かないという風でもあった。 松野が再び議定の向こう入り口を探して慌ただしく動き回るようになったのは去年の春以来であるその頃に松野が武将ひげの生えた修介の顔をしげしげと見ながら言った「修介殿そなたいくつになりましたか?」ですおや、まあ、と松野は言った そういったまま暫時沈黙したのはいつの間にそんな大人になったかと一方では怪しみ一方では朗媒したということかもしれなかった女に嫁入りの適齢期があるように婿に行くにもおのずから頃合いの年頃というものがある婿を取る側の娘の年というものがあるわけだから当然の話だが 婿としてよく売れるのは二十歳ぐらいから二十五六までであるその後に一服があって次に三十前後といった時期にもう一盛りが来るがこの辺りになると受け入れ側にもあまり芳しいところは残っていない家柄は申し分なくともああでもないこうでもないと婿選びのわがままが過ぎて にをした娘とか、親が聞こえた臨職家である上に娘がまた不器量で婿のなり手がなかった家であるとか親も唐の娘もまあまあだが発給で子だくさん行けばそのあくる日から婿殿が早速内職に励まざるをえない家とかである中には早くに婿を取ったが 親とそりが合わずに婿が2児を残して去ったあとなどというこぶつきの縁談もあるしかし30前後の部屋住み連中には後がないここでより好みして断ったりするとあとは一生実家に帰職する厄介いおじという頭があるからそういう家にも必死になって潜り込む それでこの年頃の連中もひとしきり縁談でにぎわうのである実際に30を過ぎると婿の口はばったり絶えるあとは二十歳過ぎると早々に竹の婿になった男が数年たって思いがけなく病死しその後釜を探しているなどという幸運にでもありつかない限り独り身の部屋住みを余儀なくされる 実家でも諦めてゆとりのある家なら離れを立てて住まわせ床上げと称する百姓町人での娘をあてがって暮らしを持たせるが子供は生まれるとすぐに間引くのであるそんな風になったら大変兄嫁は一通り婿に行くことがどんなに大事なことかを言い聞かせた後そう言って笑った。 そしてね踏みするようにしゅうす介を上から下まで眺め回したあとで言いたした「でも修介殿はそんな心配はいらぬそうな」「旦那様に似て竹はあり男ぶりはよし」と兄嫁は厚かましくも自分の夫を引き合いに出し腕をぶすといった感じできっぱりと言ったのである。 おかせなされ案外に引く手余ったかもしれませんよしかし兄嫁の自信ありげだった言葉にもかかわらず1年たっても修介の向こう入り口は定まらなかったいくつかの話はあったようであるだがまとまらなかった兄嫁の松野は それをの学問嫌いに結びつけたようである渦中の師弟は10歳になると藩校参政官に通い公共・論語から大学・中庸まで教授を受けるその過程が終わって1 5 6歳になると今度は終日授業に変わり師書・五経のほかに左伝・戦国作・指などを習う。 この辺りで学問好きとそうでないものとの色分けがはっきりしてくるようだった学問に打ち込む者はそのまま終日生の過程を収めてさらに一段上の寮制に進む寮生は藩校の敷地内に立つ三聖陵に入りさらに高度の読書・解読・詩文作成などに励むのである だがそこまで行かずに忠実生の段階で落ちこぼれる者もかなりいた修介もその一人である犯行に行くと告げて兄嫁に弁当を作ってもらいせっせと城下で三徳流を指南する曽我道場へ通った忠実生の家業は必修ではなく堅実修行などの名目で休むことがある程度許されているのだが この時期に学問から離れたものはほとんどそのままになる修介も例外ではなかった稽古が面白くなりまた生来の気質にもあったらしく道場で頭角を現すようになると同時に犯行の家業から次第に足が遠のいたしまいには道場に入り浸りになって学問は中途で投げた形になった そういうことを兄嫁の松野は修介の向こう入口を探している間にどこかよその家で指摘されて知ったらしかったそのことで修介を呼びつけた時松野は明らかに老狽していた修介殿松野は長年自分を欺いてきた義弟をじっと見つめながら言った 堅実の稽古がいけないとは申しませんよでもそなたそのために三成官のご授業を途中でやめているそうではありませんかよもやそのようなことがあるとは思いもしませんでした旦那様に知れたらどうなさるつもりでしたかでも今さらそれを申しても仕方ありません 松野はどこかでそのことを指摘されて恥をかいたに違いなかったが一応は諦めた顔つきだったその代わりに今からでも遅くはないから書物を読めと声を励ましていったそうなさるならこのことは旦那様には内緒にしてあげますそれにな式や感情を読めぬようでは なかなか婿にもらってくれる家もありませんよ。進次郎殿と源之丞殿が思い通りの家に婿入りできたのもおさおさ人に劣らぬ学問が身についていたからです。進次郎と源之丞は就実生の家業はおろか二人とも良性に進み特に進次郎は秀才で 寮生からさらに死者生と呼ぶ家庭にまで進んだのである死者生は寮生の中から特に学業に優れ貧困法制なものを選んで学問を授ける制度で死者生になると一人に一室を与えられて学問に専念する長兄の吉郎右衛門も寮生の家庭を終えているそこまで言われると 助は一言もなかった。昼の道場通いはやむを得ないが夜は勤めて書物を読むと誓うと兄嫁は機嫌を直して読むべき漢石を山のように修介の部屋に運んできた「師匠五経から左伝国語戦国策式全前寛女五寛女投資戦投資生成」。 机のそばに積まれているそれらの書物を眺めただけで修介は頭がクラクラするそこで勉強していると見せかけて押し入れの小びから引っ張り出した奇病紙、教科本洒落本の類に読みふける小びの中のこうした本は数年前病死した父が若年の頃江戸詰めで上歩した時に買い求めてきたものらしかったが 兄も兄嫁も秀介が自分の部屋に使っている隠居部屋にそんな本が隠されてあるとは気づいていないようである一度も見とがめられたことはないだが兄嫁は間接を苦もなく読みこなせたので油断はできなかった机の上に何が広げてあるかは一目で見破る しかし今夜の兄嫁はどこかウキウキしていたすぐに修介に顔を戻すと吉郎右衛門の部屋に来いと言った兄嫁はこらえきれないような笑いを浮かべている磯部のおばがとてもいいお話を持ってこられました無論修介殿を婿に欲しいという話ですよ 磯部のおばというのは兄嫁の松野の母方のおばである背が低く小太りで落ち着いた物言いをする四十過ぎの女である夫の磯部八五右衛門は物頭を務め確か150石ほどを頂い,いているはずで家中では羽振りがいい家だったおばは豊という名である トヨは吉郎右衛門と向かい合っていつものもの静かな声で話していたが松本修介が部屋に入っていくとすぐに2人に微笑を向けた修介の挨拶にも穏やかに挨拶を返してから吉郎右衛門に行った「本当にいつの間にか大人になられましたなこれならばどこに婿に出されても恥ずかしいことはありません」 朝岡様でもきっとお喜びになると思いますよはていかがなものですか吉郎右衛門は苦笑し,したなりはご覧のとおりそれがしをしのぐほどになりましたが何せましつい甘く育ててしまったようでもござる。 松野の話では曽我という道場で熱心に剣術の稽古をなさっておられるとかさようそちらの方が章にあったようでござるしかし文武両道とはなかなかいかぬものらしくてな犯行の方は終日家業を終えたところで断念したようでござる我が家の男どもの中では珍しく学問の不敵な人間でござる 余計なことを言ってくれるなと修介はハラハラした話の進み具合でその終日家業も中途で投げ出したなどということが露見すればせっかくの縁談も不意になりかねない松野も同じ危険を察知したらしく夫の口を封じるように急いで口を挟んだ「そのかわり何でございますよおばさま。 介殿は曽我道場では免許取りお師匠様にも大層信用されているようでございますよな修介殿は4年前に免許を受け申した三徳流の件は修介のただ一つの売り所である門弟の筆頭は師範代を務める高野仁五郎だが修介は辞席を締め 今は高野ともども後輩に稽古をつけているそこまで吹聴をしたかったが遠慮してそれだけ言ったところが豊の方が目を丸くした「4年前というと二十歳の時ですかさようです」「まあまあ」と豊は簡単の声を上げた それならば近頃はさぞかし道場ではもう皇帝に数えられていることでしょうな。は自責ということになっておりますおやまあ日頃物静かな豊が興奮した顔になって目にいった松野はただ熱心に道場に通っているというだけで。 介殿の腕前のことは何も言わなかったではありませんか豊はさらに吉郎右衛門に顔を向けた吉郎右衛門殿蘇我道場の辞席なら言うことなしでございますよこの演覧きっとまとめて差し上げます 兄夫婦よりも陳竹林の豊の方がはるかに武芸の何たるかに通じているようだった豊は勢いよく縁談の相手のことを話した豊が見つけた相手は2年前まで小売奉行を務めた朝岡一兵衛の娘畑年は18で近所では評判の美しい娘である 家禄は百三十石で幡絵の下に今年十三になる妹がいるだけ仲むつまじい家である豊は若い頃幡絵の母と一緒に茶の作法を習ったことがあったしかしそれぞれに嫁行ってからはすっかり疎遠になっていたがつい数日前彼岸の墓参りに行った寺の境内でばったり顔が合い 娘の婿に来るような若者に心当たりはないかと尋ねられたのである本当に縁というものはどこに転がっているか知れないものですよ私などもあなた松野は知っていますが親同士が磯に魚を釣りに行きましてそこで出た冗談のような話が本当のことになって磯部の家に参ることになったのですから。 静かで切れ目のない豊の声が快い額の音のように耳に響くのを聞きながら修介は突然に立ち現れてきた畑へという娘のことを考えていた美人だというからには醜くない娘だろうがどんな顔をしているのか声はどんな声か傲慢でなければいいがいくら美人でも 家付きの娘を鼻にかけるようなおなごではかなわん今日ざめする吉名に頼みいる「おばさま、お願いいたしまする」ふいに兄夫婦の声がして修介ははっと顔を上げた「機嫌のいい顔で豊がこちらを見ている修介はつかの間の方針を見抜かれた気がして赤くなりながら頭を下げた 助お孫を門までお送りしろ玄関まで見送って出た吉郎右衛門がそう言ったので俊介は履物を履いて一足先に庭に出た豊は盗作という牢屋を共に連れてきていた門を出たところで豊は俊介に言った「気立てのよろしい娘子ですよ」 一度お会いになればすぐにわかりますしゅ殿のにはお似合いの娘子ですこのお話ぜがひでもまとめてあげますから楽しみにしていらっしゃい帰っていく豊をしゅはしばらく見送ったお供の当作は先代の時から磯部家に奉公している下なんでかなり腰が曲がっている 提灯を差し向けて豊を導いていく姿が逆に豊に連れて歩いてもらっているようにも見えて修介は微笑した二人の姿が角を曲がったのを確かめて門の内に入ろうとした時平和気に立ち上がった黒い影が岬と呼んだそれがあまりに突然だったので 修助は思わず声に向かって身構えたが近づいてくる人影を透かし見ると言った奥田か今自分どうした男は蘇我道場で同門の奥田喜一郎だった顔を突き合わせるところまで寄ってきてから奥田がささやいた伊織がやられたぞ何 俊介は鋭い目で奥田を見た奥田は無言で俊介を見返しているいつのことだつい先ほど六つ半午後七時頃のことらしい根木町を歩いていてやられた根木町は下級藩士の組長屋が集まっているところなので道は暗い絶命したか この前の服部と同様人たちだったらしいぞ相手はわからんのだな無論だいおりが倒れているのに気づいた者がすぐに辺りをうかがったが人影は見えなかったそうだ修介は低くうなったしばらく沈黙してからふと気づいていった寄って話していかぬかいや とりあえず知らせに来たが今夜は帰る明日道場で会おう奥田は手を挙げて歩き出したその黒い背に修介は厳しい声をかけた帰り道に気をつけろちらりと振り向いた奥田が貴様も気をつけろと言った奥田が足早に遠ざかるのを見送ってから修介は心刊と暗い道に一別を投げ 門を入るとしっかりん抜きを下ろした家の中から明るい火の色が漏れている兄夫婦は最後の患いとも言うべき末程の縁談にめどがつきそれも予想以上の良縁が舞い込んできたのに気をよくしてまださっきの話を蒸し返しているに違いなかった修介が家の中に戻れば 話に加えて二三説教らしきものを言い聞かせるつもりでいるかもしれない思い足を修介は入り口に運んだ五日前の服部重之丞の死今夜の戸塚伊織の死は兄夫婦に漏らしてはならない肘だったそれにしても相手は何者だ と介は思った。「『戸塚よりは同じ曽我道場で服部重之丞は郊外町にある一刀流の益村道場でそれぞれ五子に数えられる使い手である』その2人をさっきの奥田の話が間違いでなければただ人たちの闇討ちにほふった者がいる。 強い疑惑が湧き上がるのを修介は感じた畑へという娘のことはほとんど念頭から薄れかけていた部屋に首を突っ込んで「稽古をつけていただけませんか?」と言ったニキビ面の少年を奥田はいきなり怒鳴りつけた「ちゃんと座って言わぬか近頃の子供は全く礼儀を知らん」。 舅は苦笑して助け舟を出した赤面して膝をついた少年に「もう少しで話が終わるそれまで自分たちでやっておれ」と言った少年が戸を閉めて去ると舅は奥田をたしなめた「そういら立つな師範代に怪しまれてはまずい」 道場には師範代の高野と皇帝の一人である柚月平野心が稽古をつけているはずだったがまだ稽古をつけてもらえずあぶれて遊んでいる者がいるらしい二人がこもっているのは道場脇の控え部屋だった普段はあまり気にしたこともないがそうしてこもっているとろくに掃除もしない部屋の中には 男の汗と油が混じり合った異様なにおいがよどんでいて鼻がひん曲がるほどだったもっとも異臭がことさら濃くにおうのは八月も終わるというのに変に蒸し暑い陽気のせいもあるだろう奥田は顔に薄く汗をかいていたその顔を手のひらでつるりとなでてからいった すると美咲はあの一件が漏れたと考えるわけだなそう考えるのが筋だろう修介は奥田の朝黒くて平べったい顔を見ながら低い声で答えた服部が死んだ時「おや?」と思ったのだ死に様が不審だった今度は戸塚だ 今度戸塚の家によって線香を上げながら親父殿に話を聞いたが貴様が昨夜言った通りだった「敵は一撃で首の血脈を立っている」「服部の時と同じだ」「残る三人も狙われるぞ」「修介の言葉に奥田はかすかに身震いしたようだった」「青ざめた顔を背けて」 くそとつぶやいただが奥田はすぐに顔を上げて粘りつくような目で修介を見た「敵というのは誰だそれが分かれば貴様とこうしてひそひそ話などはしておらんこちらから斬り合いを挑みに行くしかしいずれにしろ明石の縁につながるやつだろう」 だが服部も戸塚も塚に手をかける暇もなく切られておる明石の周りにそんな男がいたか今度は修介が沈黙した服部重之丞戸塚伊織家中の若者の中で屈指の使い手と呼ばれる二人を倒した者は暗黒の中に姿を潜めていた。 まだその影すら見えていなかった。や山武円、あのお方にあっておさし図をいただこう。秀介が言うと奥田も強くうなずき、それがいいと言った。 十年ほど前から異様なほどの立身を遂げて渦中の注目を集めた男がいた明石家紋である明石家紋が家督を継いで金獣組に出資した時家禄は家代々の八十五国だったというだが家紋は数年の間に異例の立身を遂げ三十歳になると軍隊を務め 六高は250石に跳ね上がった軍隊は多くは四十前後の農政と経済に明るい人物が占める職で300石以上の上司が務める習わしである長く軍隊を務めその地位から抜擢されて組頭過労に進んだ者もいて藩では養殖とされている 30歳の軍隊は空前のことと言われただがこの若い軍隊は職にある2年の間に農政の上で見事な手腕を発揮し次いで蕎麦用人に転じた蕎麦用人は常に藩主に接触し藩政の数期にことごとく参与する養殖中の養殖であるこの蕎麦用人を務めている間 藩主右京太夫の明石家紋に対する寵愛はただならないものがあったその頃家中には家紋を乾物呼ばわりする者が少なからずいたがその言葉には異様な立身を続ける男に対する疑惑と同時に藩主の偏愛に対する失志が含まれていたかもしれないしかし 明石家紋は物だったのかどうか。どうは金獣として出資した当時から鋭い頭脳で一等地を抜いていた淡麗な男ぶりをしていたが天真六妙流の奥義を極めた剣客でもあった切れる頭脳と胆力を併せ持った人物であり軍隊としてもそば用人としても 有能で水際だった政治力を発揮したとも見えたのであるしかしあの男は干物じゃひそかに周助たち5人の剣士を呼び集めた次席画廊の牧治部左衛門は明晰な口調でそう言った牧は家門がこれまで犯している失策を5つほど数え上げた どれも俊介たちが初めて耳にすることでさほど目立たないことのようにも思えたが牧はその失策を家紋という人物に付き合わせて一つ一つ説明し仮に家紋が失勢の地位に上った時どのような平成が現れるかを丁寧に指摘した牧はこれまで明石家紋の人物とやることを冷静に観察してきたらしかった その指摘のあとで牧は茶飲み話の続きのような平静な口ぶりで「目のうちに摘み取るにしかずだ」と言った家紋はその年蕎麦用人から組頭に昇進し四百0石に加ぞされていた中老に手が届く地位に上ったわけである「目というには大きすぎる存在だったが」 はまだ間に合うと考えているらしかったのぞくと申しても表沙汰にはしにくい殿の寵愛が過ぎてまず聞かなかろう明石には気の毒じゃが闇に葬る一手じゃな石のように体を固くしている修介たちを眺めながらきは微笑した。 そして言葉にわずかに威嚇を込めた躊躇すれば今に見よ反省は明石一人にかき回されてやがて破滅するぞ藩主の長を後ろ盾にした家紋が失政に加われば能政はここでつまずく家中領民の暮らしはこう変わると。 牧治部左衛門は長く筆頭家老を務めたが2年ほど前に病をえて職を退こうとしただが十数年にわたって反省を牛耳り反始まって以来とまで称される善政を実現した牧には上下の信頼が厚かった。 牧は梱包されて次席画廊にとどまり病魔から反省に加わることになった重要な議事がある時は牧の後を襲って筆頭画廊となった野沢一兵衛が牧家の病魔に入って懇談するのが慣例となり牧は病床の名失生と呼ばれていた部屋住みの修介たちから見れば 牧はほとんど神に似た人物だった修助たちは牧に命じられるままにその場で新門精子を差し出し数日後下城する明石家門を御賢川の貸しに襲って殺した三年前の夏の夜のことである打っては曽我道場の三崎修助、奥田喜一郎戸塚伊織 増村道場の服部重之城、山口俊作の5人だった長身を闇討ちされた藩主は激怒して下目付に探索を命じたが5人は守備よく追及を免れた5人の資格がすべて部屋住みの若者だったことが探索の盲点となったようでもあった以来何事もなく3年が過ぎた 他の4人もそうだったろうが修介には藩のために一貫物を倒したという考えしかなかった次第に明石暗殺の一件を忘れたそのことを鮮やかに思い出したのは服部重之が不審な死を遂げた時であるそして今度は戸塚伊織が死んだ2人の死が。 三年前の事件につなががっっていることは疑う余地がなかった何者かが死んだ明石家門の復讐を企てているとしか思えない他に言わず互いに語らず指揮した牧家老にも会わないと誓ったことだったが今は牧に会って指図を仰ぐしか道はないようだった。 修介と奥田が黙念と顔を見合わせていると戸の外に足音がして土器を含んだ声が「こら中の二人」と言った師範代の高野の声である「出てきて稽古をつけんかいつまで怠けておる」だが二人の焦燥を見抜いたようにその日の七つ 午後4時ごろ牧家老から使いが来た修介と奥田を道場の入り口まで呼び出したのは牧家の浪費であるむつ、午後6時過ぎまでに家老屋敷に来るようにとニコニコしながら告げると浪費はすぐに帰っていった3年前に呼び集められた時と方法も同じ使いも同じ人間だった 二人は急にに元気になった。家老がすでに異変に気づいて素早く対策を講じようとしているのを感じたのである使いは無論増村道場の山口にも回ったに違いなかった修介と奥田はさらに半時余り汗を流して稽古をつけ終わると母屋に行って湯をもらい体の汗をぬぐった。 の曽我平太夫と師範代の高野に会い五穀十日の通夜の席で落ち合うことを打ち合わせて道場を出ると外はもう薄暗くなっていた真夏がよみがえったかと思われるほど蒸し暑かった一日もくれてみればやはり秋だった薄青い霧のようなものが路上をはいその中には ひやりとしたやきが含まれている。ただ西の空に巨大な夕焼けがあった跡が残っていた通り過ぎる家々の間から時々血のように赤い空が見えた気をつけろ。明かりのない街を通り過ぎるとき道を歩いている人はほとんど黒い影にしか見えない。 そういうい人影が前方に現れるのを見ながら奥田がそう言った今頃の時刻が一番危ない修介は低い笑い声を返した奥田の声にも緊迫感はない2人連れで歩いているせいもあったが行き先が牧野屋敷だということが2人を昨夜からの緊張から解き放っていた 牧が彼らを見捨てず生死に背いて救いの手を述べてきたのを感じていたのである元馬場町の牧の屋敷に着くと二人はすぐに牧の居間に通された思った通り山口俊作が来ていた居間といってもその部屋は牧の病魔を兼ねている。 はその部屋で大方は寝て過ごし来客がある時だけ起き上がって人に会いまた気分がよければごく短い間机に向かって初見すると聞いていた今も部屋の主は胸足に寄りかかって座っていたが背後にヤグが敷いたままになっていた薬の香りが強くによった 二人は牧に挨拶し、山口と目を交わした。牧は挨拶を受けた時だけ目を開いて二人を見たが二人を案内した中年の歌手が今度はお茶と東を運んできて去るまで軽く目をつむっていた修介は三年ぶりに会った家老の水曜に胸をつかれた。 3年前もマキは確かに病人だった肌に照りがなく顔も手足もむくんだように青白かっただがその時はまだマキは太っていたのであるいかつく大きな体だっただが目の前のマは頬の肉が落ちて肝骨が飛び出し喉仏も胸元の鎖骨も高く現れていた 肌は黄ばみ目の下には黒いクマができている尋常でない病が過老の体をむしばんでいることは明らかだった牧はほとんど別人かと疑うほど面変わりしていた修介が思わず息をのんだ時き、牧が目を開いて三人を見たその目の光と響きのよい声だけが 以前の薪のものだった。そなたたちを呼び集めたわけは分かっておるな。薪は犬くような鋭い目をゆっくり三人に配りながら言った。容易ならぬことが起きた。何者か知れぬが、証しの一見に気づいた者がおるらしい。 あのことを誰ぞほかに漏らした者がいるか三人は顔を見合わせ修介が代表してそのような事実はござりませんと言ったどこから嗅ぎつけてきたか不思議だよしなお誰にも言うなおびえてほかにあの剣を漏らしたりすれば身の破滅だぞそなたらもこのわしもだ 服部と戸塚を殺めた者に心当たりがないかそれがと山口が言ったそれがしも調べましたが皆目見当もつきませんよい今藩の調べとは別にわしの手で探索を進めておる今に正体が知れようその調べがつくまで当分の間は夜の外出を控えよう 申すことはそれだけだ十分に用心して次に使いするまで待て3人が頭を下げると牧は太い吐息をついて軽く目をつぶった服部と戸塚は気の毒なことをした今夜は戸塚の通夜か誰か言ってやるか 我々二人が参りますと修介が答えた「真木の要件はそれで終わったらしかった」「目を開くと物縫い手つきで菓子を食え」と合図した「新山のように生い茂る樹木に囲まれた家老屋敷を出ると修介と奥田は戸塚の家に向かった山口とは途中で別れた」 別れとき三人は口々に「気をつけろ」とささやきあったしかし山口は自分もそう言ったくせに「なに出てきたらもっけの幸い逆に切って捨ててやるさ」と言った山口は背が低く小太りの体育をしているが軽妙な剣を使い小手打ちの名手として知られている。 舅と奥田は白金町の戸塚の家に行って曽我と高野柚木平之進の三人と落ち合い四つ半午後十一時頃まで通夜の席に連なった戸塚の家では酒を出したが舅舅と奥田は飲まなかった曽我が一足先に帰ったので帰りは四人になったそして奥田は 高野と柚月のお二人と同じ方角なので修介は途中で三人と分かれて一人になった暗い夜だった途中商人町を通り過ぎた時だけわずかに瞬く明かりの色を目にしたがそこを通り過ぎて武家町に入ると C はまた足元もおぼつかないほど濃い闇になった 歩いていく道とところどころに土塀があるのがぼんやり見えてくるだけだった修介が歩いている場所はない町である中氏が住む町だがやや構えの大きな屋敷が並んでいるそこを抜けると自分の家がある町だった背後から何か重苦しいものが迫ってくるのを感じたのは 細い横丁があって四つ筋になっている場所を通り過ぎようとした時だったとっさに刀の恋口を切ると修介は数軒の距離を猛然と前に走ったそして刀を抜くと同時に振り向いて迎え撃つ構えを取った行然と闇の路上に構えたまま修介は待っただが切りかかってくる者は現れなかった 重苦しく首筋を圧迫したものの気配は消えていた刀を下げたまま修介は四つ筋まで戻った暗い横丁に鋭い目を配ったがものの気配はなかったほの白い板塀が続いているだけであるどこの屋敷からか らしい高いせき払いが続けざまに聞こえてきたあとは町は物音一つせずに静まり返った修介は刀を鞘に戻した気づかれたと知って横丁にそれたのだその感触は動かなかった気づくのが一瞬遅れていたら戸塚の二の舞だったろうと思った時全身にどっと汗がにじみ出た 何者かが背後から襲ってきたことは疑いえなかっただが終始足音を聞かなかったと思った修介は顔を流れ落ちる汗を拭いながら急ぎ足に歩いた歩きながら何かが異物のように記憶に引っかかっているのを感じたがそれが何かは分からなかった修介は腕を上げてもう一度 気味悪いほど流れる顔の汗をぬぐった道場の門を出ると修介は空を見上げて憂鬱な顔になった雨色の重苦しい感じの雲が空を覆い尽くし今にも一雨きそうな空模様だった空気は冷え冷えとして日暮れには少し間があるというのに 路上には歩いている人影も見えなかったそのままで町は暮れていく気配だった途中で振られるかなと思いながら歩き出すとしばらく行ったところで後ろから女の声で名前を呼ばれた驚いて振り向くと30前後と見える丸々と太った女が立っていた 女はすぐそばの呪文の中から出てきたらしい修介を見ると満月のように丸い顔にいっぱいに笑いを浮かべて「美咲様ですね」と言った「さようですがそちらは」「ああよかったこと女は修介の問いには答えず胸をなで下ろすようなしぐさをしてみせた」 二三度遠くから拝見してはおりますけれどももしや人違いではないかとひやひやいたしました女はもう一度満面に笑いを浮かべるとどうぞこちらへと寺の門内に誘う素振りになった言うこともすることも奇妙だが女の顔にも素振りにも邪気は見えない 俊介は幾分狐につままれたような気分で女の後についていった寺は流泉院という曹洞宗の寺院でさほど大きい寺ではない境内も狭かった俊介が女の後について寺の門をくぐると境内の石灯籠の影から若い女が現れてこちらを見た。 朝岡の旗江でございます若い女は秀介が近づくと自分も歩み寄ってきて深々と頭を下げるとそう言った修介は棒立ちになった畑は薄く化粧していたわずかに紅を吐いた方が匂い立つように若々しく黒目がちの目小さく膨らんだ唇が可憐な娘だった は一瞬声を失ったようであるいやこれはようやくそう言ったしどろもどろに名前を名乗ったそしてすぐに名前など言うことはなかったのだと思い当たって少し赤くなった畑はその様子を微笑して眺めていたが不意に胸が触れ合うほど近づいてきていた 「今日は美咲様にぜひともお尋ねしたいことがあって恥を忍んでお会いしに参りました」「はて何であろう?」と修介は言ったが畑が何を言いに来たかはおよそ見当がついていたかろうの屋敷に呼ばれてから荒らましひとつきほどだったがその後牧からの連絡は途絶えていた。 探索が行き詰まっているとしか考えられなかったそしてその間に小手打ちの名手山口俊作が死んだ牧や修介たちの警戒を嘲笑したような一撃の警部斬りだった死んだ三人の身の上に起きたことはいずれ自分の身にも降りかかってくると思わないわけにはいかなかった現に一度 つかのの帰りに襲われかけている修介は兄夫婦に朝岡との縁組話をしばらく延期してもらいたいと言った兄夫婦は怒ったことに兄は修介に生意気に女でもいるかと疑ったらしく激怒して訳を言えと厳しく問い詰めてきたが修介は甲のように口を閉じているしかなかった 今朝も道場に来る前に兄嫁に激しく叱責されたばかりである訳のわからない延期話は間に立つ豊を困惑させついに先方の朝岡の家にも漏れて不信を持たれているのだろうこの美しい娘もその訳を問いただしに来たのだ みさき様とのお話を父母も大層喜んでおりました。しかし、みさき様はこのお話を進めるのは待ってほしいと申されたと聞きました。なぜですか？果たして畑はまっすぐにその話を持ち出してきた。俊介は黙って下を向いた。おいやなら、おいやと正直に申してくださればよいのです。 父も母も美咲様のことは諦めて他に話を探すと申しておりますしかし私ははたの声がかぼそく震えた一旦この人こそと思いきめたお方をすぐに忘れてよそのお話に耳傾ける気にはなれませんどんなに蔑げまれようとも一度あなた様にお会いして 本心をお聞きした上で、心を決めようと思って参りました。今度のお話、お嫌なのですね。それならそうとはっきりおっしゃってくださいませ。周助は顔を上げた。すると、ちょうど旗絵の目から涙の粒が一つこぼれ落ちたところだった。旗絵は慌てて袂をすくい上げると、さっと。 と顔を隠して横を向いた「いやそうではない」と修介は言った後ろを振り向いてみたがさっきの女中と思われる女はいなかった門の外に出て人を見張ってでもいるのだろう 磯部のお孫に今度のお話を聞いた時それがしには過分のえぐみだと思った今日そなたに会ってますますそう思うだがやはりしばらく待っていただかねばならぬ事情がござる事情たもとを外してえがこちらを向いた目の下の化粧がはげて変に生々しく その代わり親しみやすい顔になっていた。はたえはじっとす介を見つめた。その事情というのをお聞かせ願えませんかそれは言えぬ。す介はきっぱりと言った。ただそれがしを信用して、今しばらくお待ちいただきたいと申し上げるほかはござらん。それがかなわぬなら、 この談はなかったものとしていただくしかないはしたないことをお聞きしますがはたえはぱっと顔をあからめて小声になった事情と申されることですがそれはおなごにかかわりがございますかいやいや俊介もせきめんして手を振った そそれがしは若い女子とこのように長話をしたのは今日が初めてでござるやはりお会いしてようございました突然に幡平が言った幡平は微笑していた輝くような白い歯がちらっと見えた私美咲様をお待ちいたします 家の者が何と申しましょうとももうこのことについてはご懸念くださいますなすまぬと修介は言った兄夫婦でさえ不審の目で見た俺をこの娘は何も言わずに信じてくれるというのかそう思った時修介はほっそりした旗絵の肩を抱きしめてやりたいような 熱いもののが胸にあふれるのを感じた。しかしそうはせずに手だけ差し伸べた長くは待たせぬ私あなた様を信じておりますえは変に座ったような目で日田と修介を見つめたそして差し出した修介の手のひらに指を絡めた だがそれは一瞬でえはすぐにやけどでもしたように手を引くと身を翻して門の方に駆け去った思いがけなく小鹿のように素早い見ごなしだった顔の前にかざして修介はしばらくぼう然と自分の手のひらを眺めた信じられないほど柔らかくしなやかなものが触れた感触が残っていた 外に出ると女たちの姿はもう消えていた担い売りの魚屋が一人長く触れ声を引っ張りながら日暮れ近い道を歩いているだけであるさて一度空を見上げてから修介は歩き出した。 降るかと思ったが空は夕方になって少し雲が薄れたらしくさっきよりむしろ明るくなっていた状況は何一つ好転したわけでなく見通しは依然として暗かったがその中に一点小さな明かりがともった感じがある「おなごどころか」と修介は思うだが破壊にあって 救いようもなく重苦しかった日々にかすかに光がさし込んだ気がするのを否めなかった修介は心持ち胸を張って街を歩いただがその夜の五つ半午後九時過ぎに奥田喜一郎の家から使いが来た「奥田が切られたのである」「夜の街を修介は 奥田の家に向かって失くした3人目の山口俊作が死んだ後奥田は急にふさぎ込んでしばしば道場を休むようになった出てきてもわずか一刻ほど稽古に励むと早々に帰っていくそうして家にこもっているらしかったそういう奥田を修介は昇進だと思ったが ししかしその方がいいとも思っていたのである牧家老から使いが来るまではこちらから身動きできることではなかったその奥田がなぜか夜の街に出て切られたらしかった資格はずっと引きこもっていた奥田が耐えかねてやきを吸いに外に出るのを待ち伏せていたのだろうか。 けけつけると奥田はまだ息があった奥田の傷は首をわずかにそれて肩口に入っていた奥田の剣は受けに定評があるどのような難剣も粘り強く跳ね返す受けの剣が闇討ちを受けた時にもとっさに働いたせいかもしれなかっただが肩口のその傷がやはり致命傷であることは手当てした白布が 血に濡れて赤い布のようになっているる。ことでもわかる医師の姿は見えず奥田の枕元には数人の身内がひっそりと座っているだけだった修介を見ると奥田の父親が鎮痛な顔で礼を言い「修介殿を呼としきりに言うのでご足労をいただいたと言った。 奥田耳に口を近づけて呼ぶと奥田は薄く目を開いたが粗い息をつき呆然と天井を見上げているだけで修介の声が聞こえたようでもなかった「美咲だ」修介は奥田に顔をかぶせるようにして辛抱強くささやきかけた「言い残すことがあろう」ん 言いたいことがあって俺を呼んだろうがいえあるいは奥田は3年前の肘のことを口にするつもりかもしれなかっただがここまで来た構うものかと修介は思った「美咲だわかるか何が言いたかったかいえ奥田の喉がこくりとなったそして天井を見つめたまま ただの規則と思える声を漏らした「分からんぞもっとはっきり言え」「にった薬」ふいに奥田ははっきりした声で言っただがそれが奥田の最後の声だった奥田は急に激しく胸をあえがせ喉をかきむしるようなしぐさを見せた 喉が鳴り奥田は身をよじって何かを吐き出した奥田の妹が急いでそばに寄ると白服で吐き出したものを拭い取った驚くほど大きい結界だったそして奥田は急に静かになったみるみる顔色が蒼白に変わり潮が引くように息がかすかになり やがて耐えた忍びなく女たちの間から一礼して立つと修介は部屋の隅に退いたすると奥田の父親が前に来て座りながら言った喜一郎は何を申したのであろうなさてそれが死にもよくわかりません 俊介はそう言ったが奥田の言葉を聞いた時早内町の路上で襲われかけた時のことをはっきりと思い出していたのである悟られたと知って死角は足音も残さず姿を消したがやきにかすかな異臭が残っていたのであるその時はよくわからなかったが奥田の言葉ではっきりしたそれは薬のにおいだったのだ さらに言えばそれは次席画廊牧治部左衛門の病まで嗅いだにおいだったのである巨大な疑惑が修介をわしづかみにしていただがそんなことがありうるか修介は物言わぬムに変わった奥田に呼びかけて正したい気持ちに耐えてじっと座り続けた。 俊介が言うことにじっと耳を傾けていた蘇我平太夫は俊介が話し終わるとぽつりと言った「よく似ておる我が派に千鳥と呼ぶ秘剣があるがそれによく似ておる」え「え三徳流の?」中身を伏せたまま俊介は戸塚奥田を切り 一度は自分を襲いかけた視覚の剣癖を詳しく話しそういう剣を使う人間に心当たりはないかと曽我にただしたのであるだが曽我の答えは予想外のものだった修介は混乱したそのような危険があることは聞き読んでいませんが祖父が工夫し父に伝えたそれきりで廃れた剣じゃ 三徳流は変野菜松林様之助の巌流から分かれた一派で曽我の祖父又七郎は先代藩士だったが三徳流を使って名人と称された人物だった事情あって六を離れるとこの城下に来て三徳流を指南したそれが曽我道場の初めである千鳥の秘訣はその又七郎から 曽我の父自在門に伝えられたものだというそう言いながら平太夫は思案するように腕を組んだ平太夫は四十半ばで顎に漆黒のひげを蓄えている常に冷静な品のいいその顔に珍しく慌ただしい色が動いている戸遣いより増村道場の服と 若い者が狙われて死ぬその頃から少し気になっていたことがあった「千鳥」と申すのは居合技でのしかも一撃必殺を期して首をはねるところに特色がある「足音を聞かなんだ」と申したのはい千鳥は元暗殺に用いる剣として工夫されたそうじ者 それゆえに父はこの件を排してわしには伝えなんだが術者は履き物を用いず旅はだしで敵に向かうと聞いておる修助は背筋を寒気がはいのぼるのを感じたわずかなものの気配としか思えなかった闇の中の襲撃者を思い出したのである 戦士は先生にその件を伝えなかったと申されますが当時の門人にはいかがでござりましょうか無論伝えてはおらんと思うまた伝えたとも聞かぬ平太夫はそう言ったが現に千鳥と思われる剣を使って門人を闇討ちにほふった者がいることに思い当たったらしかった待て調べてみようと言った しばらくして平太夫が次の間から持ち出してきたのは曽我道場の古い門人録だったこちらが父の代これは祖父の代の門人じゃな数冊ある門人録を二人は手分けしてめくった一人一人の門人について記録は入門の時期在籍の年月 道場稽古を終えた時期を詳細に書きとどめまた免許を受けた者はその年月も漏れなく記載していた美咲ふいに平太夫が修介を呼び「これを見よ」と言って手にした門人録を指でつついた平太夫が指し示した箇所を修介は行然と見つめた。 牧忠次郎。その名前の下に「千鳥」の虹があった蘇我道場に席を置いたのはわずか一年ほどの間である忠次郎というのは牧治部左衛門が十二で家督を継ぐまでに使っていた名である忠次郎というのは今の牧家老のことじゃなそうです 不思議なこともあるものだご家老がこの道場に通ったなどとは聞いておらぬしかも一年余りということが消せぬ平太夫は首をひねったが修助にはおよそ冊しがついていた真木は若年の頃江戸で空洞流を修行して名士の域に達したといううわさがあるのを知っている 牧はそのあとで自宅に曽我自左門を招き千鳥の被剣だけを受けたのだろう時期は家督を継ぐ五年ほど前である他には見当たらんなそちらはどうだ平太夫はなおしばらく髪をくって門人録に目を走らせたがそう言って手の閉じ込みを下に置いた。 こちらにもございませぬすると千鳥の被験を受けたのは牧家老一人ということになるか平太夫はそう言って顎のひげをなでたが不意に老狽した顔色になってまさかと言った「まさかあのお方が訳もなく闇討ちを楽しんでいるとも思えぬ」「それにご家老は病人じゃ」 近頃はかはなりお悪いと聞いておるいいとて刀を振るうのはまず無理じゃな無論別人でござりましょうと修助は言った太老とのつながりはなお曽我にも打ち明けられない事だったまた戸塚奥田を倒した剣が果たして千鳥かどうかも文明ではございませんしかし おかげさまで、およその見当がつきました。そなたら。兵太夫は、死者も含めて、そう言った。何者かに狙われるわけでもあるのか。いえ、さような心当たりは、まったくござりません。用心いたせ。兵太夫は、しゅうすけをじっと見た。 ただ逃げ隠れせよと申すのではない千鳥に類似した剣であることに間違いないとすれば剣士としてそれに立ち向かう工夫があるべきだろう油断なく立ち向かえ修介は黙って頭を下げた無論修介もそのつもりだった家老屋敷に呼ばれた時の牧の衰えた寛容が目に浮かんでくる その牧が夜の街に出4人を斬るなどということはありえないことに思われたが出てきた事実はただ一点資格が牧治部左衛門本人であることを示していた何かの理由があって牧はかつて思想をして明石家門の暗殺に働かせた5人を残らず抹殺する必要に迫られたのだ。 その最後の一人になったという実感がひしと修助を締め付けてきた半月ほど修助は優月平野進を相手に激しい稽古を積んだ優月に抜き打ちに首を狙う剣を使わせその剣を交わして反撃に転じる剣を工夫したのであるその間修助は 夕方は早く家に戻り夜は外に出なかったほぼその工夫がつくと修介は道場の帰りに牧の屋敷に回りわざとその辺りを一刻ほど徘徊して家に戻ったいずれは決着をつけなければならないことだった修介は進んで決着をつけたい気持ちになっていた 蓮や付近を徘徊する修介をいぶかしんである夜は無口そうな中年の歌詞が真木家の門前に立ってじっとこちらを眺めていたことがあるだが真木は誘いに乗ってこなかったあるいは真木は病状が悪化しているのかもしれないと修介は思ったりしただが事実は そう思って介が牧家の近くに行くのをやめた2日後に牧家老から呼び出しが来るという形で対決の時が来たのである使いは牧介が道場から家に戻ってから来たいつものにこやかな顔をした浪費がその使いだった牧介は今日疲れた気がした。 牧は修介の誘いなど滋賀にもかけず修介が拒みえないような形で向こうから誘いをかけてきたようだった屋敷に着くまでかそれとも会って帰るところを襲うつもりかいずれにしろ牧は今夜残る一人を抹殺し蹴りをつけるつもりだろう修介は謙虚と化した牧を思い 夜の街に踏み出しながら、かすかに身震いした。背後にかすかなものの気配を感じ取ったのは、牧の屋敷がある元馬場町に入るとまもなくだった。気配だけで足音はなかった。秀介は自分も上着を脱ぎ捨てた。そしていつでも抜けるように刀の小口を切った。 が草履を脱いではだしになった時気配が少し遠のいたようであるだが物の気配は急に濃く迫ってきた闇夜だった目も鼻も塞がれるような濃密な暗さが体を包んでいる修介は初めて敵の足音を聞いたおそらく距離を測っているのだろう つつっと斜めに走りまたつつと斜めに走るそのかすかな物音は例えば地上を走る小鳥の足音に似ているかもしれなかった耳をすまさなければ聞き取れない軽い足音は背後のさっきさえなければまさしく渚に遊ぶ千鳥を連想させるその鳥が飛んだ驚くべきことに 殺到し一線の剣を浴びせてきたその時も敵はまだ足音を殺していた一陣の風が襲ってきたのに似ていた逃げる暇はなかった修介は右膝を折り左足をいっぱいに送って体を沈めると頭上に来た剣を跳ね上げた次の瞬間逆に左足の膝を折りながら右足で血を蹴って立った その動きが襲ってきた二の立ちの受けに間に合った焦然と立ち音が鳴り長身の黒い影が脇をすり抜けて走るその胴に修介は鋭い一撃を打ち込んで逆に走った五軒ほどの距離を一気に走り振り向いて刀を構え直した時どさりと人が倒れた物音がした 銅をないだ一撃は、敵の腹を半ばまで切り裂いたはずである修助は正眼に構えたまましばらく貯律していたがやがて刀を鞘に収めた瓶の辺りが痛むので手をやるとぬらりとした血が手に触れた最初の一撃をうまくかわしたと思ったがそれは一発の差にすぎなかったようである。 けは背を向けたこれはいわば闇の中の死闘だった切った者も,も切られた者も,のも言葉を交わしてはならないと思っていた二三歩歩いた時後ろから苦しげな声が「美咲ここへ来い」と言った修介は後に戻ると 倒れている人間が刀を握っていないのを確かめてからそばにうずくまった血のにおいに混じって濃く薬の香りがにおった千鳥の被検をよく破ったまきはぜいぜいと喉を鳴らしながら言ったついでにわしを家の門まで運んでいけどうせ助からぬが ここで倒れてはまずいわしにとっても貴様にとってもな我々を抹殺しようとしたわけは何ですか秀介は聞いた真木は答えなかった秀介が「ご家老」と強く促すと真木はふふと力なく笑った「わしの命は」 あと半年だだそうだ医者がそう言った死んだ後に証の一件を知る者を残してはまずいと気づいた我々は生死を差し出しましたぞ生死など信用ならん真木はかすれた声でそう言ったそして切られた腹を抱くように深く体を曲げた うめき声は立てなかった修助は膝をついたままぼう然とその姿を眺め下ろした長く権力の座にいた者の,の驚くべき細疑心を見た気がしていたふとあることに気づいて修助は真の肩をゆすったご家老いまひとつお聞かせいただきたい。 明石家紋はまことに乾物だったのですか真木は答えなかった鼻腔を探るともう息絶えていた修介は立ち上がった牧の死骸を門前に運んでいくのはよい家の者が気づき死骸を中に運び 二三日して病床の名子政の病死が公にされることになるだろうだが途方もなく重いにを背負い込んだようでもあった一人では背負いきれないほどの重い秘密だったその荷をあの娘が分けて持ってくれるのだろうか修介は竜泉院の境内であった畑江を ただ一つの救いのように思い出しながら、暗い地面からマキの体を背負い上げにかかった。 の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。